あさり、あさりの味噌汁か、あおさか、魚の味噌汁どれがいい？あさり。あおさ。あさりが大名物みたいじゃん。あおさ？あおさ。大名物。大名物。大名物。シーイカそうめん。いる？シーイカそうめん、マイカね。マイカそうめんいる人。いらない？いる。シーイカそうめん。ホタテいる人。アオサのお味噌汁いただきます。海ホタルの岬。うまい。おいしい。アオサ。いただきます。二つ。あ、なんか二つだった。していて、それをちょっと答えてもらおうかなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとランダムで行かせていただきます。はい、1個目、じゃじゃん。お金以外で男の子に求めることはありますか？また許せないことなどありますか？というご質問。男性に、はい、私は極度の寂しがり屋なので、連絡をしてくれないとか、豆すぎる人も嫌なの。ちょっと待って、わがままな、これ私のちょっとすっごい長い話になっちゃうから。豆なのはあんまり好きじゃないの。あ、分かった。ちょうどいい連絡をしてくれる人。私のやっぱタイミングっていうのがあって、日中に私も仕事してるから、すんごい豆にさ、なんか連絡してくる人もちょっとあれじゃん。うん、ちょっと疲れちゃう、ね、大変じゃん、はいはいはい、なので、あ、夜連絡してくれる人、まあ、だから要するに自分のいいタイミングの時に、うん、連絡をくれるという、だからそういうことが分かってくれるってことだよね。だから、あ、そう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 、タイミングとか空気感を、まあ、結果男性がそうやって女性の気持ちを分かって、もう折れてくれたらいいと思う。それをだから器の大きさだったりとかいうのかな、うん、そう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 、そこ広い心を持って包容力があるということなんですかね。なるほどね。それは結構大事かな。なんか私が結構仕事をしたい人だから、そういうのを許容してくれる人の方がいいなって思う。今なんて言った？
だから仕事したいから、そういうのを何してくれる人っていうか、許容、あ、許容で話した。最近ちょっと漢字の誤字脱字というか読み間違いかなり多い。なんかなりで、さっきでしょそれ。さっき何を何て言うんだろう。だからマイカを死んだ。許容は合ってたでしょ。許容してくれる人がいいです。マイカの時もさ、なんかもう突っ込んでもくれなかったじゃん。でそれイムちゃんが突っ込んでたから、もうそう突っ込みになっちゃうからやめたのよ。あ、じゃあ優しいね。許容してくれてるじゃん、いろんなこと。いや、こういう男性がいいですね、じゃあ。感情ミスっても、うん、指摘してこない、ね。そう。簡単に言うと優しい人になっちゃうけど。結局でもだからそうなるってことだよね。だから男性諸君はやっぱ優しくいましょう。うんうん、頑張ります。そう。精進します。許せない。これはだからやめて。あ、許せないこと。嫌だよ。その昔は、なんかおならとゲップ許せないみたいな。ああ。自然現象じゃんと言われたら、まあそうなんだよ。だからめちゃくちゃ無理ってわけではない。でもそれもなんか何の恥じらいもなくされたら嫌だと思って。ああ、なるほどね。どんどんそういう風になったら嫌かな。またゲップは隠れてね。そう。そんぐらいかな。今から写真撮影会をするということなので、自分様ずつちょっと撮っていきましょう。よろしくお願いします。修学旅行みたい。ちょっと待って。なんかさ、カズも修学旅行くらいじゃない。大人の修学旅行。これなんだろう、中身これなんだろうな、なんだろうな、信じなさい、生卵を、なんでこれは何、生クリーム。プリンこれプリン、なんでこれは開けちゃダメ、開けない。動いてる。何やロマンス。
ロマンスの途中に2連チャン。もずく。メカブ。もずくだ。Thank you.
はい、日本、あ、日本じゃない。あ、違います。これも、はい。どうした？あ、違います。の最近ハマってるって言ってたよ。パスパスです。やばいやばい。綺麗好きなんだとかさ、新たな発見もあり、女の子たちの4人部屋とかやっぱキャピキャピしてて、修学旅行みたいに楽しそうだなと思って、私もあっち側に、ね、一人で寝るの寂しいからマジでいいなと思って、みんなめっちゃプレゼントくれたんだよ、ね、これも今もらったディオールの指輪つけました。しかも今ね、うちらは部屋に、部屋にずっといるから、私はちょっと自販機に遊びに行きたいということで、自販機に遊びに行ったら自販機に遊びに行くって私とイムタンは自販機に遊びに行きたいと懇願したのそしたらみんなに、あそこに飲み物とかたくさんあるんで取ってくださいとか言われたけど、こちらは自販機行きますって、自販機に行きたいんです私たちはこんなにさ、いっぱいした飲み物をさあんのにさ、どうしても自販機に行った戦利品探検したいっていう気持ちが強いから、一回ね、そう、一回ちょっとなんか行動範囲を広げたいという、そう、ちょっと自由に動きたいなっていうので行って、で温泉も入れないんだけど、もうお客さんと一緒になっちゃうからさ、でも温泉の目の前まで行ってそしたらお客さんたちめっちゃ会って、みんなお風呂入ったりとかさ、コンビニ行ったりとかしてて楽しかったね、話してて、でなんかこういう駄菓子くれたりします、私の大好きなタラタラしてんじゃねえよ、コンビニの買い出しの帰りにね、普通に本人たちが食べようと思ってたやつなんだけど、くれました。お土産とかプレゼントとかたくさんくれて優しい。この部屋はちなみにカヘミと中川さんの部屋です、うん、でこのもうおかっぱするところ、私のセンスを分かってるね
もうシュールさね。これは韓国のマスク。何？ティー？これ韓国のり。韓国のり。え、すんごい。何これ？カップ麺。え、でかい。スキンケアです。目立とう。すげえ、こんないっぱいもらったのね。修学旅行気分で楽しいだよ。夜にラーメンを食べる。いただきます。いただきます。これ味噌ラーメン。味噌ラーメン。いただきます。キモ。いただきたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。今日は見事ビンゴ大会をするということで、最後に皆さんで楽しみましょう。ちょっと景品を軽く持ってというか、台湾のピーチ上でプリクラ機で撮った私のプリクラとかあります。あとこれは私 YouTube 見てくれてる人は知ってるかもしれないんですけど、浅草に行った時のガチャガチャでしんちゃん の、 そうです、ね、このブレスレットをねるちゃんがどうしても欲しくて何回も回して、あのお揃い白こういうのもあります。あとは当選者全員チェキ、通信のチェキも買えます。はい、はい、ということで早速見ていきます。1つ目は64、ありがとうございます。